また貴様に会えるとは。正直貴様が生き残れるとは思わなかったぞ。これは感激だ。しかし残念だな。貴様のその努力はつまらんものだ。無駄なんだよ。おや失礼、貴様は背後に誰がいるのかも知らねえもんな。まああの方にお会いできるかどうかさえ疑問だしな。あの方は望むものをすでに見つけておられる。もうすぐ手に入れるだろう。あの方はシードで世界を支配し、貴様もその世界の一部となる。でないといずれは消えるだろう。まあどうでもいいことだ。どうなるか試してみようじゃねえか。世界を飲み込むための最も究極的な武器となるだろう。無力だな。そして貴様にできることは何もねえ。さあもうこの老いぼれに貴様の首を落とさせてくれ。
急げ。問題発生だ。ガンフォーたちにやられた。奴らにミカを奪われてしまった。すまない。俺は大丈夫だ。問題ない。大丈夫じゃないでしょう。みんな傷が深すぎる。グレイブもよ。急がねばならん。レイブンクランよりも。クズどもめ。奴らは俺たちより先回りしている。それに俺はミカがなぜ奴らに目をつけられているのかもわからん。グレイブ、何かわかったのか。そう、で、トーロンティは何て言ったの。フーノーズフーのことよ。ガンフォーが全てを操っていると思ってたのに。実はスカムランドに関する古代神話がある。ある高位の存在がこの世に足跡を残したとき、一つの島が海から湧き上がった。長い間、人々はその島に入ろうとさえしなかった。初めて足を踏み入れた人も戻ってくることはなかった。年月が経ち、島に人が住み始めた頃、ある孤独な男が島を歩き回り、人をさらっているという噂が流れた。そして中間都市構造が自然にできたものではないという説が生まれた。ただの神話なのか、伝説なのか。島に初めて入ってきた孤独な男っていうのは、フーノーズフーだったんじゃないのか。彼がミカの拉致とも関係があるのか。もしその全てが事実だとしたら、正直に言ってなかなか信じられん。フーノーズフーが誰であろうが何であろうが、ガンフォーとトーロンティが仕えてるやつだってのはわかる。私まだボスを感じるよ。奴らがボスをスカムランドに連れ込んだのを感じる。ゼル、エンジンをかけて。スカムランドに戻るよ。